10日の県内は上空に強い寒気が流れ込んだため各地で厳しく冷え込み雪も降りました。松山地方気象台によりますと、久万高原町熊で午後3時に4センチの積雪を記録し、松山市の平野部でも積雪を観測しました。松山市堀之内の城山公園ではみぞれから変わった雪がみるみるうちに建物の屋根や芝生を覆い、傘やカッパに雪を乗せた人が首をすくめて行き交っていました。気象台によりますと、朝の最低気温は伊方町瀬戸で平年より4度3分低い0度6分とこの冬最低を記録しました。このほか熊で氷点下2度6分、今治市大三島で氷点下1度3分、松山で0度5分などと厳しく冷え込みました。積雪のため高速道路の一部が通行止めになるなど交通にも影響が出ました。